はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて今日はね、タンホール10のアタックを一発ちょっと見ていきたいというふうに思うんですけども、ネクボーですね、あの主力はなんですけども、ちょっとね今回また2つの動画を比較してもらって、あのどこがねどういうふうに違ったか、その全開につながったのかというポイントをね、本日は見てもらいたいというふうに思います。で、まずね、一発目見ていただきたいのはチャムさんの攻撃ですね。まあ、結果的には星2の 87% かな。で、かなりね、惜しいアタックだったんですけども、これね、なんで全開いかないのかなって、私もね、結構何回も見直しましたね。あの、行っても全然おかしくないような、あの、攻撃だったんで、その全開に行かなかったね、その理由っていうのが、なかなか私分かんなかったんですけど、さて、これはね、1時3時面から、まず、ジャイおよびゴレをね、ターゲット役に出して、後ろからネクロボーラーで押していく形ですね。で、ただね、ちょっと見てもらいたいのが、1次側はゴレ、で、3次側はジャイ。まあ、これは、シングル IT がね、あるんで、ジャイの方が、まあ、タギ取り役としては、まあ、優秀ということでこうしたんですけども、上のね、まあ、1次側、こっちにヒーローとバスターが全部流れていってますよね。なので、こっちは相当ね、火力も防衛というか、まあ、体力的にも手厚い。一方で3次側っていうのは、ジャイがね、ちょっとそのネクロとね、ボーラーと噛み合う前に、ほぼ全部やられちゃったんで、少し手薄になってますよね。手薄になっちゃってるので、あとはネクロボーラーが、この結構火力の高いゾーンにね、突入した瞬間にこう全部溶けてしまったということで、まだね、1次側から出した部隊っていうのは、もうガリ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 前進をね、続けていって、最終の到達点、タウンホール付近まで、こう言ってるんですけども、ちょっとね、3時側が、まあ、3時側とか4時、5時側かな、ここが残っちゃってるという格好ですね。で、残った呪文は0時1発なので、まあ、これでなんとかね、今、その6時側にある施設っていうのを壊していきたいところなんですけども、ちょっとね、最後、これが伸びきれず、残念ながらね、あとプラス 5% を、取って、星2で終わったという格好になりますね。でね、こう見ていって思うのは、やっぱりね、その攻防力のバランスですね。手厚くしすぎちゃうと、そこが一点集中で突破していって、で、最後時間切れで終わっちゃう。かといって分散しすぎてしまうと、今度そのね、中途半端に、部隊を投入した方っていうのが、結局全部やられちゃって、厳しい方をすればコストの無駄遣いになっちゃうと。このね、バランスをどう見極めるかっていうのがすごい大事で、ネクボで結構ね、すぐ溶けちゃうんですけどっていう方の多くは、多分このバランスがうまくいってないケース多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、一方でね、これを全開取ったアタックっていうのが、これ R さんが攻めていってるんですけども、ちなみにこれ、タウンホール11ですけどね、実際の、まあ、もう壁ぐらいですかね、ほぼほぼあのタウンホール、10、まあ、壁もタウンホール10よりも弱いかな、タウンホール10相当の、まあ、防衛力なんで、まあ、これは10で見ていいと思うんですけどね。で、ここ、まず食い火でいきますね。5地面から食い火を出していって、でここで、スケルトントラップが邪魔だったんで、まずこう処理していきますね。これ、もう今ね、ここの部分からスケトロが出てくるのは、これもう初見じゃないんで分かってましたんで、こういう感じで釣っていきます。で、食い火はきっちりね、反時計回りに回して、この、ルートの隙間に入れようっていう感じですね。で、ここで、援軍をきっちりと釣って、処理をしてから、主力の、まあ、ネクロボーラッペを出していくという流れでしょうか。で、ただね、これね、結構、援軍っていうのがね、するのが難しいんですよ、このテスラがあるせいで。なんで、今、ホグを一発こう出してね、このホグで援軍を釣ろうとしたものの、実際にはアチャクイがもうそのままこう釣っちゃいましたね。ただ、まあ、ホグもいい仕事をしてくれて、大砲1個こうね、アチャクイが竹取ってるうちに、壊してくれたということで、ちょっとこの部分っていうのはね、火力がそんな強くないので、ギリギリクロスボウのターゲット範囲外ですね。アーチャークイーンはアイスゴーレムのダメージにも、まあ、フリーズ効果にも耐えながら、前進していくと。で、今回は R3 ね、この3時方面からネクロボーラーをこう一気に出してますよね。一気に出しているので、こいつらがね、やっぱり束の力でこう、ガンガン進んでいくんですよ。で、一方でクイーンも、ネクロボーラーの攻撃っていうのが、この、なんていうのかな、この辺、この巨爆があったあたりっていうのをカットしてくれることによって、まあ、サイドカット効果ができますよね。なんで、きっちりとこう、まっすぐ進んでいくと、まあ、いうね、ルートをお互いにこう、なんていうのかな、作り合いながら、まあ、脇道をお互いに潰し合いながらっていうのかな、ネクロボーラーは上側、クイヒーは下側という形でね、こう進んでいってます。
で、最終的には全部こう、全開取っていくんですけども、まあ、このねやっぱり、クイヒーをこの真ん中このルートをこう通していく際にね、おそらく死なないぐらいの火力だろうなという判断ができたこと、であとは上側ですよね、この上側のところこっち側っていうのをネクロボーラーで押していくんですけども、これもね、ふんだんに、まあ、ペッカなんかも援軍で混ぜながら押していくことによって、全体のバランスっていうのがあまりに弱くなりすぎてね、上の区画を殲滅する前に OSS にやられるっていうことを、回避してますね。この2つの、なんていうかな、これ過剰に、ユニットを投入しすぎてもダメだし、少なすぎてもダメ、そこをね、まあ、クイヒーでいけるなっていうところはもうクイヒーに任せる、で残った火力っていうのをもう一方のね、ベスト体っていうのかな、そっちの方に与えていく、まあ、主力なのかもしれないですけどね、クイヒーがベスト体かもしれないけど、まあそこはいいとして与えていくと、まあ、いうね、そのバランスっていうのがこの R さんの攻撃はすごいうまかったですね。でちょっともう一回ね、見ていきたいと思います。今度はね細かいところを見ていきたいです。このアタック実はすごい細かい技術をいっぱい盛り込んでいるので参考にしてもらえたらとねいうふうに思うんですけども、まずこれ全体こういう配置じゃないですか。で今言ったね、クイヒーを、ここのルートにこう通していく、さらにこちら側からネクボーで押していくとやった場合に残っちゃう施設がありますよね。何かっていうとここのクロスボウ、これです。これネクロとポーラーじゃ壊せないですから、ウォールブレーカーも持ってませんよね。で、あとはここ、シングルインフェルノ。これっていうのは、まあ、当然ながらね、クイーヒーやる場合には天敵の一つですよね。クロークないしはフリーズがない限り、まあやられちゃうという施設なので、こいつを処理するために、ここ、バルーンとデビードラゴンを持っていってるんですよね。で、デビドラはね、クイーヒーをしっかりここに進めるためのサイドカットに、まあ、この両脇こう使ってますよね。使っていってクイヒーのサイドカット用に2体使って、残り1体はここを潰すために使います。で今これね、ボマー出しましたよね。このボマーもうまいんですよ。これね陸と混ぜるんだからついついウォールバスターを使いたくなっちゃうんですけども、どうせねシングルインフェルノに溶かされちゃうわけですよ。先行しちゃうんでこのパターンでいくと、なのでだったらせめてシングルインフェルノを壊せるボマーにしようってことですよね。壊せるボマーにしておかないとシングルインフェルノのターゲットをどれだけ取ってね、やられちゃうっていうんだったら兵器が持ってないので、あえて欲を張ってね奥まで突っ込ませずにもうシングルインフェルノをシンプルに壊すだけ、そのためだけに使ってますね。で今ここベビードラゴンが出てきてクロスボウ破壊しましたよね。これが非常にいいプレー、このおかげで、全体のこういうユニットが全部いきますね。でさらにバルーンを出していって、このシングル相手のターゲットを取りながらシングル IT そのものもこうクイヒーと絡んで潰していくと敵出ちゃいましたこのね2つのこのユニットのそのサポート部隊っていうのかな、裏ユニットの扱いですよね。これができたことがね本当にこの攻撃のうまいところで、まあすごい私個人的にも参考になったなっていう感じですね。だから逆に計算するとここにあったねクロスボウを壊すための、ベビードラゴン、あとこっちのシングル IT、まあ、クイヒーがこっちまで積んでくる前提ですけどね。でシングル IT を壊すための、バルーン今回6体かな、まあ、あと5体か最終的に使ったのをここにね、それを抜かしたユニットでネクロボーラーパートっていうのを構成していくっていうね、そういう、まあ、引き算の考え方がおそらく今回 R さんにはあったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、それがやっぱりきっちり刺さったということですね。はい、というところで本日は失礼したいと思いますが、よろしければチャンネル登録、グッドボタン、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。